アテナを追って冥界を進む聖夜とシュンは、死んだ恋人ユリティースのために冥界にとどまっていたシルバーセイントこと座ライラのオルフェと出会う。パンドラの策略でハーデスに従っていたオルフェだったが、事の真相とアテナの危機を知って聖夜たちに協力することを決意する。盾元の名手であるオルフェは13日に一度ハーデスに事を聞かせることになっていた。オルフェは冥界の最新地であるジュデッカへ赴き、ハーデスとパンドラ、冥界三巨頭が揃う席でいつも通り盾元を弾く最中、さりげなくデストリップセレナーデを奏でる。全てのものが眠りにつくメロディーの中、ハーデスを暗殺しようとするオルフェだったが、そうはさせんぞ。なぜデストリップセレナーデを聞いて動けるんだ。悪いが、俺はことを聞くような風流な耳は持ち合わせておらんのだ。それにお前のような男が心からセイントを捨てるわけがない。いつか尻尾を出すと思っていたぞ。僕のことで調べ、その耳に響かせてみせる。シルバーセイントか。お前が100人束になっても俺の相手ではないわ。はいと、バカめ。デストリップセレナーデの攻撃を何としてもハーデスを撃つ。そこを倒してもらうぞ。ララマジン力ずくでどかしてみろ。お前の歩行者でこれができるのならな。貴様はシルバーセイントでありながら、その力はゴールドセイントからしのぐと言われていたらしい。まさかこれで全力というわけでもあるまい。やはり君のもとへは帰れそうにない。この命を残してでもやらねばならないことがある。ハーデス様から受けた恩を忘れ、あまったれ拳を向けるとは。下げ果てた男よ。確かに、よし、情けレイテストポーション。アテナの命で天秤にかけようか。地上で終わりにしよう。私はしないぞ。ストリンガーヒール、引き裂け。勝負はこの一瞬。ウィナー。僕の戦慄をものともしないとは強敵だった。この旋律をユリティースに送ろう。尻尾を出したネズミが、これ以上好きにはさせん。とどめだオルフェ。ラダマンティス、お前の相手は俺がしてやるぜ。小僧、こんなところまで来るとは。俺がこいつと戦っている間にオルフェ、ハーデスを倒してくれ。この地上ハーデスなんかに支配されてたまるか。たかがブロンズの小僧を一人ひねり潰してやる。はいと。どうせ小僧が頭に立っている暇はない。そうはいくか。オルフェがハーデスを撃つまでここは絶対に通さないんだよ。このチャンスを逃すわけにはいかない。この目障りのやつめ、ショーンズの存在と身の程を知れ。ことが愚か者めや。このジュデッカでこれだけの騒ぎを起こして生きて帰れると思っているのか。俺はセイントだ。あなたの仲間だ。どんなの恩じゃない。ラダマンティス、この俺の全てのコスモをお前にぶつけてやる。何なんだこいつのしぶとさは。そういえば海王ポセイドンの野望をくじいて、ペガサスローリングチャー。
ターフェクト。これで終わりだ。ウィナー。地上をお前らに支配されてたまるか。コスモの極みを満たせ。なぜハーデスがアンドロメダと同じ顔をしているのか。いや、どのようなからくりがあろうとこの勝機逃すわけにはいかない。聞け、オルフェ最後の調べを。ストリンガーフィーネ。何？消えた。オルフェ、後ろにラダマンティスが。おっと、お前たち動くな。撃てばオルフェの体も貫くことになるぞ。さあ、パンドラ様やミーノス、アイアコスを元通りにしろ。ストリンガーフィーネ。何？せや、僕もろともラダマンティスを倒せ。オルフェ、僕はどうせもう助からない。こしゃくな真似を。せや、早く僕の命を無駄にするな。許せ、オルフェ。ペガサス流星艦。オルフェ、しっかりしろ。オルフェ、アテナを頼む。アテナを。オルフェはもうそのこと戦いのためなんかに使わなくていいんだね。そうさ、これからは星になって愛の歌だけを奏でるがいいさ。夏の夜空、こと座の方角に耳を澄ませば聞こえるというオルフェのこと。ラダマンティス。何をしようが、お前らごときひよこの剣などこの俺に通用するか。さあ、送ってやろう。無駄死にしたオルフェのもとへ。待ちなさい、ラダマンティス。要は戦いを好まぬ。控えよ。シュン。この威厳、この神聖さ、真似などではない。確かに、まるで人代わりをしたような。これはシュンじゃない。シュンがハーデスそのものになっている。控えよ、ペガサス。アンドロメダの体はすでに世のものとなった。